まし、前回は22代、雄略天皇の役じゃったけど、今回は26代、慶太天皇の役じゃ。そしたら22代から25代までの天皇はどうなったんかね。その辺の天皇のことはよくわからん。わからんことはすっ飛ばす。いい加減ですがね。でも、わしの前の25代ブレス天皇のやったことはわかるぞ。どんなことやったんだがね。一つ、妊婦の腹を裂いて胎児を取り出した、とか。うわ、ひどいだね。二つ、人の生爪を剥がし、芋を掘らせた、とか。なんと。三つ、人を木に登らせ、弓で射落として楽しんだ、とか。ケスの極み。四つ、女を馬と交わらせ、感じているようだったら。もう、その辺でいいがね。もっとあるんだが、のう。まあ、このくらいにしておくか。いやはやなんとも。ひどい天皇だがね。まあ、これらのエピソードは、冤罪の可能性が高いがな。でしょうな。で、このブレス天皇には後継者がいなかった。はい。だから、天皇の遠い遠い親戚にあたる、わしが次の天皇になった、と、こういうわけじゃ。5代前の親戚でしたな。ほんまに遠い遠い親戚だがね。わしを探し出したのはお前だったのう。ん？ところで、お前の名前は何だったかな？さっきから頭の後ろに出てますがね。私の名前は、王友の金村、というがね。かなり汚そうな名前じゃのう。ほっといてほしいがね。それを言うなら、あなたこそ、慶太天皇なんてすれいがね。今、スマホ。うむ、今度、スマホ天皇に改名する予定じゃ。それは絶対嘘だがね。ところで、527年、あなたが天皇の時代に九州で反乱が起きたんやったね。そうだ。反乱を起こしたんは、岩井、中、岩井内おっさんだ。なんで反乱を起こしたかね。わしが朝鮮半島の方に攻めていくことになったんじゃな。だから岩井のおっさんにそのことを伝えた。何しろおっさんの住んでるとこ、九州だから、通り道だしな。ほうほう。そしたら、な、岩井のおっさん、切れて反乱し腐った。短期だがね。ほんと、じゃ。どうやら岩井のおっさん、朝鮮半島の方と仲良くするために、いろいろと骨を折っていたらしい。なのに、わしがそれをぶっ壊そうとしたから。切れた、ちゅうわけかね。ちゅうわけじゃ。おっさん、宮本武蔵の日本刀よりよく切れるのう。すごい、例えだがね。だけど、なんで朝鮮半島の方に攻めていくことになったんかね。うむ、当時朝鮮半島にあった加谷という国が隣の新羅という国に攻められておったんじゃな。大和朝廷はこの加谷と仲が良かったんで助太刀に行こうとしたわけだ。そういうことかね。で、変で岩井のおっさん、どうなったんかね。1年半ほど戦ったんじゃけどな、結局わしの方が強かった。岩井のおっさん、滅亡させたんじゃ。弱い者は滅びる、それがこの世の起きて、ちゅうことだがね。そういうこと、じゃ。弱いのおっさん、かわいそうに。それよりお前、この、加谷という国、昔は大和朝廷のものだったのを、お前が賄賂もらって、くだらに売った、という話を聞いたが。聞く。本当だとしたらお前、とんでもない卑怯者だぞ。大和朝廷の藤木くん、じゃ。すんません。私の名前が、金村だけに、亀に目がくらんでしまったんだがね。お前、小焼きと大問題じゃのう。次回登場する金明天の海、その辺のこと追求してもらわんとな。かわいそうじゃが仕方ない。かわいそうだと思ったら助けてほしいがね。弱い者は滅びる、それがこの世の掟ちゅうことだ。うわ、それはさっき私が弱いのおっさんに言ったのと同じセリフやがね。自分に返ってきてしまったがね。ということで、古事記によると、わしは43歳で死んだのじゃ。結構若くして亡くなったんだがね。でも、日本書紀によると、わしは82歳で死んだことになっておる。ずいぶん違うだね。その他、85歳で死んだ、という説もあるぞ。もう何歳でもいいがね。